思います。以上で終わります。次は10番池田明子議員。 皆様こんにちは市民クラブ社民党の池田明子です通告に基づいて質問いたします市長関係理事者の簡潔かつ的確な答弁を求めます1甚大な被害を出した熊本地震本震から2ヶ月が経ちました被災された多くの方々にお悔やみとお見舞いを申し上げ1日も早い復興を願うものです今回の地震でいつどこで 大きな地震や災害が起こってもおかしくないということを痛感しましたまた防災拠点としての庁舎の重要性を再認識することになりましたその意味では新市庁舎よりマイスを優先させた市長の責任は重いと言わざるを得ませんこれは被害が大きかったマシキ町の役場近隣の写真です 住宅は壊れていないのに、地盤がずれることにより、傾き、住めなくなっています。耐震化を済ませたと言われる益城町役場も、地盤がずれることで連絡通路が壊れるなど、防災庁舎としての役割が果たせませんでした。この熊本地震から、視聴者は、より地盤の安定したところに、しかも早急に建設すべきという教訓が得られると考えます。 建設が急がれる長崎市庁舎は、すいません、建設が急,が急がれる長崎市庁舎は、地盤がより安定している現在地に建,築建設することこそが、防災上最もふさわしいと考えますが、いかがでしょうか。2、長崎サルク10周年を迎えたことし、コースや金額をはじめ、内容が大きく見直されました。委員会ではは部長は 経済性、効率性も考慮して魅力を高める見直しとおっしゃっていますが、果たしてそうでしょうか。サルク観光の1位、2位を争う人気コース、龍馬が見上げた長崎の空は、参加費が700円から2000円に引き上げられました。小中学生のいる家庭、家族4人で参加した場合、昨年までは2100円だったのが、7000円も支払うことになります。また集合場所が出島と長崎駅から 風頭山バス停へと変更になりました観光客が風頭山までどうやってスムーズに移動することができるのでしょうか。本気で観光客を増やす気はあるのでしょうか。これが魅力を向上させる見直しと言えるでしょうか。以上、男女寄りの質問とし、3、集団付加物先行については時間がありましたら、次席からまた4、 被爆地域の是正拡大については、ただいま同僚議員の同種の質問に対し、一定の答弁がありましたので、それを踏まえて、自席より質問いたします。 市長市民クラブ池田昭子議員の質問にお答えしますまず一点目の防災と市庁舎建設についてお答えします新庁舎には災害時に防災災害復興拠点として迅速に対応できるための機能を確保したいと考えており建設にあたっては 強固な地盤に基礎を設置し大規模な地震が発生した場合でも建物を使用できるような耐震性が確保された庁舎とすることとしています長崎市が新庁舎の建設場所としている旧公会堂及び公会堂前公園敷地につきましては過去に実施した埋蔵文化財の試掘調査の結果地表から約2.6メートルの深さにおいて森戸でないもともとの地盤の層が確認をされています また市民会館の建設時に行った敷地のボーリング調査において地表から9メートルから10メートルの深さにおいて建物の支持層となる岩盤が確認されており周辺の地形を勘案しますと隣接する旧公開道敷地ではより浅い位置で岩盤が確認できるものと想定をしていますさらに市民会館敷地のボーリング調査では液状化が懸念される細流分の多い 砂湿度の存在は認められておらず、液状化が発生する可能性は低いと考えられ、隣接する旧公開道敷地においても、この状況は同様なものと想定されます。以上のことから、旧公開道敷地における地盤の安全性は確保されていると考えていますが、新庁舎の設計にあたっては、並行して土質調査を実施し、 地盤の状況をしっかりと確認した上で適切な基礎工事や工法を選定し建築物の安全性を確保していきたいと考えていますなお視聴者の建設場所の方針決定にあたってはこうした防災面での検討に加えて工事に要する期間や建設コストの視点さらには町中市長者双方の交流とにぎわいが期待できるといった町づくりの視点などを多面的に評価した結果 現在地よりも旧公会道および公会道前公園敷地で建て替えた方が良いと判断しこのことを盛り込んだ長崎市新庁舎建設基本計画を平成26年2月に策定をしています今年4月に発生した熊本,熊本地震を受け自治体庁舎の重要性が各地で問われている中安全安心な市民生活の確保のため市庁舎の建て替えにつきましては喫緊の課題であると改めて強く認識していますので 今後できるだけ早い時期に関連議案を議会に提案していきたいと考えています以上本段からの答弁といたします文化観光部長ご質問の二点目長崎サルク10周年の見直しについてお答えいたします長崎サルクは町生かし人生かしの基本理念の下で 街歩きが楽しくなる仕組み仕掛けづくりそして長崎の新しい楽しみ方の情報発信というコンセプトを掲げ長崎特有の歴史や文化を生かし市民が企画し市民が実施しその成果を市民が得るという取り組みでスタートいたしました博覧会終了後長崎サルクを長期的に実施するためには経営体制を組み直す必要があるとの判断から 平成19年度からは運営事業を長崎国際観光コンベンション協会に関し平成22年度からは企画部門を含めた全てのサルク事業を長崎国際観光コンベンション協会が補助事業として実施しているところでございます。今年度はサルク1 0周年という節目の土地にあたりますがサルクをより魅力的なものにするために参加者により分かりやすく より参加しししやすいい体制へ変更いたしましたま議員お尋ねの参加料の見直しにつきましては立ち寄り箇所の追加や長崎名物のお土産例えば龍馬が見上げた長崎の空のコースではミニバタを特典とするなど参加者の満足度を向上させるとともに地元商店や企業の活性化につながるよう見直しを行ったところでございます。 次に通査力の定時出発コースの集合場所の見直しにつきましては出島集合としていた4コースにつきまして各出発地点へと変更したところでございますこれはこれまでお客様に一旦出島まで来ていただきそこから集合場所に移動しコースの案内をスタートいたしておりましたが多都市の待合時の実施状況などを調査しコースのスタート地点の近くに集合場所がある方が お客様にとって自然であることから現地集合といたしたところでございます議員お尋ねの龍馬が見分けた長崎の空のコースにつきましてもコースのスタート地点である風頭バス停への見直しを行ったものでございますなお風頭バス停は分かりにくい場所でございますのでホームページでバスの乗り場等の詳細案内を掲載しまた 電話受付の際には、案内、説明を行っているところでございます。今後とも長崎国際観光コンベンション協会に対しましては、持続可能な体制作りと、参加者にとってより魅力あふれる長崎サルクとなるよう、努めていただきたいと考えているところでございます。以上でございます10番池田紀子議員 ひと、はい、一通りご答弁いただきましたが、まずですね、被爆地域の是正拡大についてからお尋ねをいたしたいと思います。先ほど、市長が前の同僚議員にお答えになられたわけですが、被爆体験者の方々はです、ね、第2陣の一審判決で一部、勝訴が認められたということで、 かなりやはり期待をしていて、今回の全面敗訴ということについてはです、ね、かなりショックを受けておられますで、えー。上告を、勇気を振り起こして上告をなさいました、平均80歳、10年間戦い続けてきた方々が上告をしたわけですが、その結論が出るまで,です、ね、まだ時間がかかります。で当面のやはり救済をです、ね、もちろん 全面的な是正,あの是正拡大というのももちろん目指してるんですが、それプラスです、ね、目の前の救済というのも必要になってきてるというのが現状です、でそこで、まああの、昨年から市長もこれまでしてこなかった態度をこう変えられて、要望し始めてくださったわけですが、その要望にです、ねまずだあの、まず第1種健康診断受診証への変更。 今、第2種ですから、それを一種に変えるということを求めるとか、それからあの体験者事業の,あの対象合併症の拡大というふうにおっしゃったわけですが、拡大もですね枠を取って、被爆者並みに病気はみんな見ますという、そこまでの要望をですねぜひしていただきたいと考えるんですが、いかがでしょうか原爆被爆対策部長。 質問にお答えいたしますただいま、議員の方からご提案がありました、第1種、第2種健康診断、特例区域から第1種への切り替えということにつきましては、この制度としまして、第1種の健康診断、受診者証をお持ちの方につきましては、特定の疾患、 特定の疾病に罹患した場合は、被爆者健康手帳が取得できるということになっておりますので、まあ、被爆地域の拡大と同様に、この科学的な合理的根拠が必要であるということになります。それから、あの被爆体,体験者支援事業に係ける対象疾患の枠を外すということにつきましては、我々も長崎市としましても、昨年、 被爆体験者の事業の対象合併症の大幅な拡充ということで、できるだけ多くの疾病を対象疾患にしてほしいということで、要望しておりますので、引き続きこの要望を国の方に要望してまいりたいと考えております、以上でございます10番、池田彦議員えと、まあ、第1主のほうはかなり厳しいということですが、やはり求めていかなければいけないと思うんですよね。そして、えー、医療費の方ももですけれども 仮に今の被爆体験者の方々に、今被爆者並みの医療を提供したときに、どれだけ差額が出ますかという。その長崎市の資産ですよ。減益の要望で持っていた。三億四千万円で、三億四千三百万円で、被爆者並みの医療が提供できるという資産を長崎市がされているんですよね。国にとってみれば、三億四千万っていうのは微々たるお金だと思いますよ。この三億四千万円を勝ち取って。 勝ち取るためにです、ね、ぜひ市長も、そして減塩協もです、ね、そういう要望を盛り込んで、また今年も引き続き、今、目の前の被爆体験者の方々の救済に取り組んでいただきたいと思いますが、市長、いかがでしょうか原爆被爆対策部長、再質問にお答えいたします。えー 現影響の要望で昨年14年ぶりに被爆地域の拡大と対象体験者支援事業の大幅な対象合併ということを昨年から入れております本年度におきましてもその点につきましては特にこの被爆体験者支援事業につきましてはま先ほど議員から言われましたあの。 予算の関係では、今年の試算でも3億5000万というぐらいの試算が出ております。まあ、ただ、国の方ではその予算の関係ということではなく、やはり放射線に起因する健康影響が科学的に認められなければというような判断をしておりますので、このへを粘り強く訴えてまいりたいと思っております10番池田彦議員 3>, あの3億5000万、4000万、5000万って、えー、お金の問題じゃないかもしれませんけど、 放射線影響研究会の方が、やはりこ,うこれはしない、あれはしないって先ほど言われてましたけど、言われてるわけですから、そういうのをなしにして、枠を設けずに、とにかくあらゆる可能性を考えて、一つの結論を出していく、この前も、のこの前の第6回目の放射線影響研究会では、友永先生がえ低線量被曝でもえリスクがあるという論文を紹介されてるわけですよね。そこ,そこを起因 取りかかりにして、とにかく早く理論付けをして、要求をしていくということをです、ねえー、やっていただきたいし、えー、参考になるものだったら、どんな論文でも取り入れていくという姿勢が必要だというふうに思います。減塩経の方々にもお願いしたいです、市長にも引き続きです、ね、もう時間がないので、目の前の被爆体験者を救済していくという姿勢をです、ね、強く持っていただきたいというふうに思います。 それ視聴者のえ防災と視聴者建設についてですけれども、えー、ご答弁いただきました、えーで、ご答弁をいただいて聞いてて思ったんですが、<laughs> 長崎市自身も、その公海道敷地が、その液状化等々のえ不安がないだろうかという懸念を持ってまあ調査されたということだと思います。で、そういう意味からすれば、ですねやはり今の現庁舎の場所というのは、昔からの地盤ですから、そういう意味では、より安全性が高いということが言えると思います。で、あの街中とのにぎわいということなんですが、私はですねそういうにぎわいみたいなのは、ある意味、民間に任せたほうが。 市がが関与すするより民間に任せた方いいいと思いますそれから建設に要する時間と、えー、建設コストに実はまは、これからちょっと議論をしていきたいというふうに思うわけですが、えー、私は、えー、私が考えるに、えー、公会堂の敷地ではなくて、今の本庁舎のある敷地は、公会堂敷地よりも広いんですよね、だから、えー、要積率が大きな、えー、建物が少しですけど、建てられるわけです。で コストがかかる工期がかかるとおっしゃるんですけど、まずですね。議会だけ移せばいいんですよ。議会は例えばあの二重行政を防げと県庁県の議場と一緒でいいじゃないか。っていう意見もあるぐらいです。だからまあ、ずっとではないですが、とりあえず県議会を使わせてもらう。で議会事務局とかは市長者の中のちょっと狭くなりますが 視聴者の中に移るでそういうことで、議会棟を潰して、議会棟その,その前の広場を潰して、そこにです、ね、どドんと大きな高い建物を建てる、公会堂前に建てても、えー、13、14階建てっておっしゃってました、視聴者あの、この議会棟のところと広場のところにまあ15階ぐらいのを建てれば、3万平米弱ぐらいの視聴者が建つはずです、で同時に本庁舎の方本館の方はですね耐震化でいいと思うんですよ。 これから人口減少していく中で、本庁舎の面積、今は1万平米ぐらいありますね、で3万平米と1万平米と4万平米ぐらいが確保できるわけです。で、本庁舎の方を耐震化して、将来人口減少が来たときには、いらなくなるかもしれません、職員数がうんと減って。そしたら、長寿命化できなくてもいいわけですから、そういうふうに考えていけば、工期もあまり変わらない。それからコストについては その移転費用であるとか、長期化する費用であるとか、それから本館の建て直しというのがいらなくなると、今計画している公会堂跡地に建てるということよりも安く済むであろうというふうに、簡単に考えられると思います。えー、もともと本庁舎に建てるコストは、公会堂と比べて1億7000万しか違わなかったはずです。 コンパクトな庁舎ということについて、まあ、長崎市は4万6千平米の庁舎を今、作ろうとしているわけなんですが、本当にそんな4万6千平米もいるんでしょうか。今ですね、さもうこの災害も起きて、サテライト機能で、もこんな広域になれば、本庁からこう隅々にまで出かけていくっていうのは、かなり厳しいし、それからリスクを分散するという意味でもサテライト、サテライト機能を充実させていく方が、 賢明だと思うんですよでそういうことを考えると、一定、本庁舎の面積も狭くて済む、それから本庁になくてもいい機能を減らしていくとか、それから、えー、これは困惑会で出てましたが、フロントオフィスとバックオフィス、で新しく建てる新庁舎の方は市民が使いやすい、市民が利用するフロントオフィスにする。一方 本庁の方は耐震化をして、まあ、古いけれども、そこでやれることをやっていくというふうなことで考えればです、ね、私は今のこの現地建て替えということが可能になるのではないかと、今、え、和、ー、会でもです、ね、かなりボリュームを落とすべきだ、コンパクトな庁舎を作るべきだという議論は出てたと思うんですが、いかがでしょうか。企画財政部長 再質問にお答えをいたします。えあの現在地の建て替えということでのあのお考えあのごご,ご提案でございますが、あの現 あの視聴者の耐震化の検討におきましては現在の視聴者の,その耐震補強には相当の費用が見込まれるまたあのその現本館を耐震化したにしてもすでに築50年以上が経過しておりまして老朽化が進んでいる視聴者の補強に多額の費用を生じても建物の寿命そのものを伸ばすことはできない。併せてまた 現状でも手,、ま、手狭な庁舎に多くの補強用の壁や柱が追加されることで、さらに不便な、分かりにくい、使いにくいという建物になると、こういったことがございます、こういったことを勘案して、機能面における課題解決につながらないということを総合的に評価した結果、視聴者は立て替えることがあの最良の方針であるということで、耐震化の方針として決定したところでございます。この方針は市民公 議会の特別委員会でもご議論いただき意見をいただく中で現在の基本計画に盛り込んでいるところでございます。長崎といたしましてはこういった内容で今後とも進めていきたいという,ふうに考えております。以上でございます。10番池田久議員、はい、えっ、ー、とですね、えー、まあ、地区50年って、まあ、長寿命化ができないからとおっしゃるんですが、私はその全部建てあの補強って言ってるんじゃないです。一つ新館をちゃんと建てましょうと使いやすい市民が使いやすいのを建てましょうと。 で本館の部分はあの私もあの見ましたけど、駒会で出された資料を見ましたけど、あの庁舎のこう執務室の中にこう、なんていうんですかね、はすかみたいなのを建てて、それしかまるであの耐震化の方法がないみたいにもう説明してあるんですけれども、耐震化の方法はですね一通りじゃないんですよね、執務室の中にはすかを入れるというのは最低ですよ、壁を強くするとか、それから天井を抜くとかですよ、貝を抜くとかですね。 軽量化化すするるかいろんな耐震化の方法があるわけで,すでそういうことをすれば、今の本館も別館に比べれば、随分アイ IS 値はましの方でしたから、耐震化して使うとで、さっきも言ったように、人口は減少していきます、職員数も当然減っていくはずです、そうなったときに、もういらなくなったら本館はもう撤去して、新館のみにしていくというふうな構想を立てれば、えー、今のです、ね、現地の、 議会党のところ、広場のところに建てるのというのは、建てるというのは私は非常に、えー、いい方法ではないかと、自画自賛をしています。でですね、あのー、今、市が4万6000平米いるということで、まあ、計画を立てられているわけですが、その計画の根拠になっているのが、えー、2016年4月目標、これ、2014年に出た、えー、基本計画の中ですが、2140人で試算してます。 でえー、それはもうすでにもう来てるんですよ2016年4月で本当はこの資産は立て替わる、まあ、3年後か4年後か5年後の資産っていうのを出して計画を立てなきゃいけないわですでさらにこの庁舎は 10, 10年20年じゃなくてもう50年スパンで使うわけですからじゃあその頃人口はどうなっているのか まあ少なくとも10年はど先はどうなってるか20年先どうなってるか職員数はどうなってるかということを考えて計算しなければいけないのにそのですね人口シミュレーションていうか職員のシミュレーションは考えられてないんですよね。年4月までですよ何人が住む家を作るかってそれ何か建物を建てる時の基本じゃないですか。 それによって、庁舎の規模っていうのは決まってくるはずですよ。それをシミュレーションしないで、4万6000平米必要,です必要ですって言われてるけど、それは信ね信憑性がないなと、もうちょっと、えー、ちゃんとです、ね、した根拠みたいなものがなければ、本当ににわかに4万6000平米が必要なのかというのは、ちょっと信じられない。い<や>というのも、市民病院もそうじゃないですか。 513床必要です必要ですって言って作りましたでもまだ全面会員してないんですよねそのうちから50床ですかは地域包括ケア病棟に変えますとそういうふうにですよ大きく作りすぎてあ大きく作りすぎましたっていうのはもう税金の無駄遣いですよもうちょっとコンパクトに立てていくコンパクトに考えていく ここれから人口減少時代に入るととといいうう考えていくべきだと思うんですしかも、サテライト機能の充実は、広域した市の中では、地元で市役所に行かないで行政事務ができる、手続きができるというのが一番のサービスだというふうなことを考えれば、もうちょっと規模を減らせるというふうに 思ってますでこういうことを言うのはです、ね、私はあの住民投票には賛成はしませんでした、二、まあ、者択一という問題ではなかろうと思って、と賛成はしませんでしたが、でも、やはりです、ね、3万人の人が今の計画は見直すべきじゃないかという思いは、私は受け止めるべきだと思ってます。えー、そういういことからすれば今です、ね、計画立てました作りました立ててままましししたたた作り おっっしゃってますけれども、特別委員会もやりました、細、え、か、ー、会も開きましたと言われてますが、これだけ大きなまた熊本で地震があって、いつどこで地震が起こるか分からない、やっぱり直近の災害とか、それから今のこれからの人口減少時代を見据えたときにですよ、もうちょっとこう柔軟に考えていくべきときに来てるのではないかと、他の案を比較してみても、そう言われてるほど、公会堂に作ることだけが、 優位性があるとは思えないんですけどいかがでしょうか。企画財政部長、再質問にお答えをいたします。あの将来的な視点としてまああの将来人口が減っていくことを考慮しないのかということでございますが、こういったことはあの私どもも将来的な視点としてはしっかり持つ必要があると。 ただ一方で、えーまあ、あの例えばあの長崎市も中核市になってあの、住民に近いところが権限を持ち、業務を執行するということから地方分権が進み、まあ、中核市といった制度ができ、長崎市としての役割もますます大きくなっている。あ,らあ,らあるいは さまざまなあの課題が生じ、例えば介護保険制度、こういったものができ、新しい仕事も増えていくというふうなこともございます。一方で、またあの現実の視点といたしましては、現在、行政需要に応えるための職員の配置、それに必要なスペースというものは確保する必要がございます。またあの 長期的な計画が持ってないということでございますが、現在、行財政改革プランについては、今年度、検討をしており、今年度中に策定をする予定でございます。こういったことも、議員がご指摘の将来的な視点ということは当然、必要でございますので、新庁舎の基本計画の中では、 業務あるいはその組織、あるいはその庁舎の新しい在り方等の変化に応じて、スペースを容易に変更することができるような柔軟性のある庁舎と、これも一つのコンセプトとして取り入れるところでございます。まあ、いずれにいたしましても、建設コストの削減を図るということは重要な視点でございますので、庁舎のレイアウトが具体化する基本計画形成の、基本設計の段階において、無駄のない施設計画となるよう努めていきたいと思います。以上でございます10番池田彦議員 あのそういういいいことを聞いてるんんじゃないんですよねあの3万人の住民等の票の人たちが、えー、視聴者の建設地を再興してくださいと、それから、えー、安心・安全を考えてくださいと、そして、えー、二重投資を防止してください、できるだけコスト削減をしてくださいとで、交通の便のことも考えてくださいと、そう思えばですよ、この今の現庁舎のところはすべてそれをクリアしてるじゃないですか。 で駐車場もです、ね、あるじゃないですか、まあ、確かにちょっと使いにくいですけど、あれ、使いやすくすればいいんですよ、駐車場も、まあその分のお金も必要ないとで、そういうことを考えてです、ねえー、ぜひ、えー、住民投票3万人の重みを考えて、計画を見直してほしいと。えー、それから 将来的なシミュレーションもないままに今、今のところないわけですよね、何人の、10年後何人、職員が何人になるか、20年後何人になるかって、そんな状況でやはり立てた基本計画というのは、やっぱりもう一回見直すべきだというふうに思います。でそれれにに合わせせててて、ね、今回議案としし解体予算がまますので質問はしませんけれども視聴者に 市役所今の現地に視聴者を立てればです、ね、公会堂は存続させることができると思います。で、全国の50年以上経ったホール、87ホールをこう、まあ、調べた、これは長崎市役所のためにた、ま、あの調べたわけじゃなくて、そういう建築論文があったわけですが、えっとまあ、重要文化財になったり、賞を受けたり、それからそういう建築の専門家のところに、専門的なところに指定されている、いわゆるどこももに選定されたとか、そういうふうな ホールでの中で解体をする予定なのは長崎市役所だけなんですよね。あとみんな保存ですよ。あとはみんな存続させる方向に行ってます。で、そういうことを考えると、この公会道というのは、えー、公会道の存続ももう一度見直すべきだというふうに思います。で、併せて、えー、先ほども水道管のお話がありましたが、えー、老朽化は深刻です。今回のの熊本の地震でも、えー水道 水道管がです、ね、どんどんやられいたと、耐震化できていないし、えー、っていうか、まあ、耐震化してあって、えー、本当に、まあ、あの壊れなかったかどうか、それは検証できていないと思いますが、えー、水道管がです、ね、かなり破損した、今、長崎にああいう熊本並みの地震が来たならば、えー、長崎もです、ね、水道管はひどい状況になると思います。もう他人事ででではありませんので、えー、すぐにですもです、ね、40年経過した 管の水道管の入れ替えをもうを守る方にお金を使っていくべきだということを申し上げて、次の質問に移ります、はいとはい。サルク観光、長崎サルク10周年のことなんですけれども、え部長自身もです、ね、風頭バス停は分かりにくいとおっしゃったんですね。 でその前に分かりやすい改革、それから参加しやすいような見直しを行ったと言われているのになぜ風頭山を集合場所にしなければならないんでしょうか。そして、えー、金額もそうです。ガイドの皆さん方のサルクガイドの総会でこんな意見が出ていますね。えー 2000円も取って、値上げをしてサービスが低下していると、これがおもてなしですかと、3月のガイドの総会ですよね、なぜ出島から風頭という不便な場所に変わったんですかと、それから風頭のバス停も問題なんですが、丸山とか、丸山公園とか、港公園とか、にぎわいバスのコンビニ前とかいうのもあるわけですよね、集合場所として。そういういところは 雨ざらし、日ざらし、夏の暑いとき、冬の寒いとき、雨が降ったとき、どうするんですかという意見が出てます。そこを集合場所にするんですか、そこでお金のやり取りするんですかという意見が出てるわけです。それに対して、事業者の答え、コンベンション協会の答えですね、集合場所は、雨天時でもある程度の対応が可能であるって、その内容を見たら、コンビニの軒先、木の下で傘を差して、そういうまとめがしてあるんですよ。 これが本当に長崎の自慢する、まあ、市長が立ち上げたといわれるサルク観光の現状、見直し、これで本当にいいんでしょうかね、お尋ねします文化観光部長、えー。再質問にお答えしますあの。今回の見直しにつきましては、えー、ポイントとしては、えー、あの3つございまして。 まず本当にあのお客様の利便性、あるいは分かりやすい体制、魅力向上ということが一つの視点でございます、もう一つは、それをあのしっかりご案内する、特にあのガイドさん、そういった方のご協力をしっかり得なきゃいけない、そういった視点、それからあの持続可能な体制、これを今後10年、さらに続けていくという発展、そういった視点の中で見直しを検討し、実施を。 していいるところでございますあの現地集合の考え方があの一般的というような、えー、視点での,あの改正でございますけれどもあのケースに応じましては一旦あの出島の方に、えー、あの一旦降りてそしてまたそれぞれのところに現地の方に行くというような、えー、ケースもございます。えー、全ての方が 出島の方に近い場所にいらっしゃるケースでもないケースも考えられます、そういった中で、現地集合、コースのスタートの一般的な考え方として、コースからスタートする、そういった現地集合ということで、整理をしたものでございます。また、その中についてですね、やはり当然、出島、出島と風柄、これは一般的には出島のがあが有名ですので分かりやすい。 ことになっておりますけれども、そういったものに対応するために、受付の際にその出島の方うから変わりましたと、そしてホームページ、スマートフォンで,で、場所等の明細のご案内、それから受付の際に乗り方と、そういったものを丁寧にご説明をしております、またそういった中で、お客さんの方から毎日どうしても分からないという方につきましては、 これはサポーターの方がいらっしゃいますので、そういった方が出島の方でも受け付けて、じゃあ一緒に行きましょうというような、そういう準備もしております。しかしながら、今現在、実績としましては、分かりましたと、自分たちで行ってみましょうということで、そういう出島で待ち合わせていったという実績はございません。そういった見直しをしているところでございます。いずれにいたしましても、今回の見直しにつきましては、しっかり参加者、 あるいはガイドさんのご意見をしっかり意見を伺い、そして今回の内容を十分に検証、あるいはそういったものをしっかりチェックをさせていただきまして、改善するものがあれば改善し、そしてより良いサルク観光の進化につなげていきたいというふうに思っております。以上ででございいます10番池田見直しもししもていくと、えー、おっしゃるので、えー、そのそ どこを見直してほしいかということをです、ね、今からちょっと問題にさせていただきたいというふうに思います。えーっとですね、まず、集合場所のことですけれどにぎわい橋の電停すらも来れなかった観光客がいるということは、ガイドから、ガイドさんから報告があっていることを頭の中に置いておいていただければと思います。まずです、ね、こういういな金額をボーンと上げる 3倍、4倍という値段に上げる、そして、集合場所を不便なところに持っていく、こういうです、ね、見直しを、まあえー、考えたのが事業者ですね、長崎コンベンション協会だというふうに思うわけですが、でまあ、それをチェックしたのが長崎市というんですが、その2つの、えー場所あのー、組織のです、ね、やっぱ責任はちょっと重いというふうに思うわけです。でこのです、ねえー、サルク観光 のえー、今,度今回の見直しにあたって、えー、民間の手法を取り入れるために、まあ、事業者に、コンベンション協会に移管したというふうなお話をさっきされてたわけなんですが、民間ならです、ね、今回、金額を上げました、そして、えー、集合場所を変えました、でそれによって、どれぐらいの環境観光客が見込めるのか、どれだけの利用者が認め,ら、えー認めえー、得ることができるのかという予測と、それから、 どれぐらいの収益が上がるかとか、どういうふうな採算見積もりが取れるかというのは考えなきゃいけないはずだと思うんですね。で、ちょっと伺いましたら、ですねコンベンション協会は、一昨年度の参加者の半分を見込んで計画を立ててるんですよ。このサルク観光は、昨年が、えー、通サルクだけですが、1万1933。で、昨年はですね、1万5000。 182名、増えてるんですよ。増えてるのに、一昨年の少ない方の半分しか参加者を見込まずに計画を立てるというのは、信じられない、しかも、あのそのです、ね、半分に見積もったという根拠が明らかじゃないですよ。値段上げました、場所変更しました、コースを絞りました、だから半分ですという話にはならないです。半分にした こういうふうに変えたときに、どれぐらいの参加者が見込めるかというシミュレーションは、ですねちゃんと出して計画を立てて、補助金の申請も、そして補助金の決定もしなきゃいけないはずなんですが、そういうですね、いわゆる民間の経営的な手法が見られてないと私は思います。それれかかららここはもう過去のことになるから なるんですけれどもこのコンベンション協会は、委員会に対してです、ねえー、予算計上のとき、それから決算委員会のときに参加者について、えー、実際とは違う数字を言われてます、えーと、サルクではない街歩きも計上されて、えー、2015年度決算のときですかね、ツーサルクは通常の2倍、学食サルクは3倍の数値を報告されているわけですよ。でこういういですね あの数字を出すということは、それに合わせて次の年の予算とか補助金が決まるわけです。これも非常に有識、本当にこの事業者に任せておいていいのかという、えー、問題もあります。それから、えー、定時コースの絞り込みは、えー、1回1回の再効、ね、率を上げたいということで行われたと思うんですね。えー、定時コースは3分の1になっています、今回。で、この再効率が本当に上がったんでしょうかと。 で見直しをして、4月、5月と2ヶ月しか経ってませんから、まだちゃんとしたことは言えませんが、再高率はですね、去年が54.5%だったのに10、10%下がってます、絞り込んだのに、それから参加者もですね4月、5月で比較したときに、去年、おととしは、4月は、提示コースがですね700人近くいたのに、今年の4月、5月は151人しか参加してないんです。 5分の1ですでこれは確かに地震の影響もあったでしょう。しかし、地震の影響で減ったのは3割から4割ってコンベンション協会言ってるんですよ。5分の1に定時コースが減ってるんです、このサルクの。でですね、それに対して、民間企業なら5分の1に減りました、何とか元に戻さなければいけないという努力をしなきゃいけない。 それが民間の手法ですところが、その努力の影が見えません。どういう努力をされているのか、えー、伺いたいと思います。民間だったらです、ね、参加者が減った、だ入ってくるお金が減る、給料が払えないということが起こるわけです。ところがそういうこと、補助金でやってるから、ほとんど考えられてないんじゃないかと。そのの一番ですね、えーえー、表彰あ表あの 代表的なというか、象徴的なことなんですが、サルク観光の定時コースの8割は土曜、日曜にあります。ところが、コンベンション協会は土曜、日曜、正規職員はお休みです。観光業ですよね。で、集合場所に予約した人が来なかったとか、なかなか現れないとかですよ、それから、えー、具合の悪い人が出た,だたとか、それから途中でなんかちょっと事故に遭ったとか、そういうときの対応、どうするんですか。 土曜日曜、アルバイトの係の,こと係の人と、それから1年契約の職,託職員と、あとボランティアのサルクガイドさんしか対応できないんですよ。そんな状況でね、このサルクという長崎を代表するサルク観光というのが行われているというのは、非常に問題ではないかと思います。コンベンンベション協会に任せなくても 土曜、日曜対応可能なですよ旅行者とか、交通事業者とか、いっぱいいるんじゃないでしょうか。このサルク観光を、ね、土,土日も空いてない、それから企業努力も見えない、それから明確なこうシミュレーションもない、ざっくり半分の、半分行けばいいっていう、そういう計画を立てるコンベンション協会に任せていると。 今回みたいな不便な場所の集合とか、それから値段がバーンと上がるとか、えー、人が参加しにくくなるような計画が立ってしまうんじゃないかと、私はですね、サルク観光のことを考えて、心配してですね、こういうふうなことを申し上げてるわけです。それともう一つ、えー、サルク観光のことをちょっと調べていて、ちょっと気になったのが、サルク観光自体が今、変わってきたのではないかというふうに思ってます。 長崎サルクの原点、コンセプトは、今日もおっしゃいましただけど、部長おっしゃってましたが、町いかし、人いかし、団体旅行から個人旅行に変わる中で、町体験をしてもらおうと、長崎の魅力を知ってもらおうと、長崎に来た個人の人たちに丁寧に対応していこうと、ただそうするためには採算が合わないから、長崎市がお金を出してやりましょう、移管したときには補助金を出しましょうという、そして市民がですね、サルク。 ガイ街を,を,を好きになってもらいましょうと、これがですねサルク観光の目的だったと思うんですが、今、サルク観光の中で、オーダーサルクが大幅に増えています。いわゆる定時サルク、観光客が1人、2人行ってこう連れて回ってもらうんじゃなくて、オーダーサルクという予約をしてくるお客さんたちがすごく増えています、利用者が。このオーダーダサルクはですね ほとんどが旅行者が手配してます旅行者が団体旅行として、えー、契約をしたお客さんたちを、サルクガイドさんにお願いすると。本来ならですよ、団体旅行のガイドは、旅行者とかバス会社とか、そういう事業者が自前で用意をして、一定の金額をガイドさんに払って案内してもらうもんじゃないんですか。それを安く サルクガイドさんが1000円から1500円に上がったというのも安いですよ、安くで使われている、下請けみたいにして使われているのが今の現状ですよ。これじゃあ、当初のサルクの目的から外れてきているというふうに思います。4月、今年4月、5月のですねオーダーサルクも、8割以上が団体です、8人以上の団体という状況です。もうこういうこいですね もう明らかにこう団体旅行で慰安旅行というような感じのえ団体もいるそうです、で聞いてないガイドさんの言うこと話を聞いてない、もうは終わればよかっになって、酔っ払って、前の日飲んで酔っ払って、もうは終わればよかっになっていう人たちを1500円のボランティアのサルクガイドさんが、街を好きになってもらいたいと思って、一生懸命研修を重ねてやってらっしゃるサルクガイドさんたちが、その人たちに話をするんです、聞く気のない、興味のない人たちにまでえ話をしていると。 いいうのはは問題ではないかと本来の目的を大きく外れるでですねそのですねたくさんの金額上げたわけですから、参加料いっぱい入ってきます、ところがガイドさんの金額は500円だけです、上げたのは。相当、どっかにお金があるわけです、そのお金がですねどこに入ってるかという話ですよ。旅行会社に入ってるのか、コンベンション協会に入ってるのか。 で旅行会社に入っているとしたならば、民間の旅行会社のために、サルクガイドさんたちはいるはずじゃないと思うんですよ、それからコンベンション協会にその儲けが入る、儲けるんだったら、補助金いらないでしょう、そこにサルクガイドさんが使われているというのは、大きな問題ではないかというふうに思います。 この問題点について、端的にちょっと長いので、簡単にご意見をお願いします文化観光部長。ル、えー、あのご指摘いただきましたけれども、大きな考え方が少し、えー、私どもと少し違うのがです、ね、まずもって、えーあの、コンベンション協会と中崎市は、えー、今あの、池田議員に言われるように、目的、えー、街歩きの趣旨、そういったものを踏まえまして、 同じ目線でしっかりりやっておりますでしかしながらえ、次の10年のために、やるために今回見直しをしたと、継続性も含めて見直しをしたというようなことでございます。それから、あの先ほどの,あの儲けとか利益のお話も出ましたけれども、そもそもコンベンション協会の事業については、え長崎市の補助事業でございます。え従いまして、え仮にえあの、効率をする場合につきましては、 長崎市の補助金が減っていくというようなことになってまいります。で、そういった中で、今回、見直しをさせていただきました、お値段が高くなったというようなご指摘もありますけれども、私どもとしましては、高くなったというふうには私は思っておりません。適正な価格だろうというふうに思っております。具体的に申しますと、例えば、今、ご説明がありました、風頭の,その龍馬の。 コースでですすけれれどもこれは2,000ございますその2000円の内訳といたしましては当然これは大体いい2名から3名の方がご案内するそういった中で仮に前提として2名の方が1人のガイドさんでご案内するというそういうシミュレーションを立てますでその中でガイドさんの,あの当然謝礼金の支払分それからあの 神山車中あの、そういうあの施設の方に入らなきゃいけない、施設の入館料、それから、えー、せっかくの機会ですから、えー、やはり、えー、あそこには空あの、できればあの後で,です、ね、公園の方で、えー、旗を上げていただきたい、そういったお店の中の、えー、プレゼント用の、えー、長崎らしい旗のプレゼントをします、そういう経費も入っております、えー、それから合わせまして、えー、当然保険料とかそういったものものが入っております。 そういいったた中で値段設定をさせていただいていますでそれ以外に今度は不足するお金がございます、それは、ね、参加料に入っておりません、具体的に申しますと、ガイドさん以外にコースを回る際に当然、集金をしたりとか、そういったものをしなきゃいけませんので、サポーターがいります、このサポーターについては別途人件費がかかりますけれども、 今回ははそれの算定には入っておりま,せんまた当然受付事務局の受付をする際に受付の職員そういったものあるいはホームページでの情報を発信するものそういったものは当然入っておりませんでその分の費用については長崎市からの補助金というようなことでございます先ほどそしてお話がありました旅行代理店が設けているのではないかというお話でございますけれども旅行会社といいますのは当然 例えば皆さん方の宿泊を手配した際には、金額を代金をだきますけれども、当然その中で宿泊のところあるいはいろんなところからですね手数料というのは当然取られます、それは10%から20%以上取られます、そういったものも含めての通常の営業活動の手数料だというふうに私は思っております。いいずれににしししまてても今回の見直しについては しっかり今後のことを見据えてやらさせていただいて、その中で絶えずいろんな参加者の皆さんのアンケートを取ったり、あるいはボランティアガイドさんのご意見をしっかり受けながら、今回の内容について検証して、しっかり次のステップにつなげていきたいというふうに思っているところでございます。以上でございいます10番池田議は あの長崎サルクは補助事業なんですけど、学サルクとか、それからオーダーサルクはですね一定利益が出ると思うんですよね、そういうところは、もうちょっと通常のサルクから、長崎サルクからこう切り離して、民間の力でやる、それから提示の,のサルクのところは、やっぱり補助金がないと成り立たないところなので、補助事業としてやるというふうに、少しですね線引きをした引いた方がいいと思います。でないと本当ガイドさんたちが ガイドさんたちが言われてるんですよ。このやり方おかしいんじゃないですかって。そのですねガイドさんの声を聞くとおっしゃいましたけど、今回のですねガイド総会のその議事録を見たらガイドさんたちいろんなこと言ってるんだけど全部聞かずにコンベンション協会こんなにしますって言ってるんですよ。本当に聞いてくださいよね。現場の人たち現場で毎日毎日がいつも歩いて観光客の人たちの思いを聞いて。 で勉強してやってる人たち、その人たちを生かすっていうのが一つの長崎の目的なわけですから、その人たちの自主性を重ん、ね、じなければ、もう2万も3万も代金が集まって、そのうちの1500円ですよ、彼ら。で、それでもするというです、ね、モチベーションが保てるような内容にしていただきたいというふうに思います。えー ガイドさんの意見をよく聞いていただきたいというふうに思います。それでは最後にですね、時間があったらという集団不加物選考について、えー、お尋ねをします。えー、っと今ですね、長崎市で集団不加物選考が進められていますが、えー、虫歯予防に不加物選考が効果があるというふうに言われていますが、本当にそうなんだろうかということを私は伺いたいんですね。そこで、えー、お尋ねしますが。 な、えー、長崎市内で17年17年以上復活物専攻している続けている小学校が6校それから未実施校があるわけですがそのですね、えー、学校の平均虫歯本数と虫歯保有率を教えてください市民健康部長 <laughs> 質問にお答えいたします、えー、市が事業を開始した、えー、平成25年以前から、えー、独自に 実施している6校を実施校として、またそれ以外を未実施校として、比較をいたしました。検診を受けました全学年の児童の虫歯の本数の合計を、児童数で割った1人平均打ち数につきましては、実施校、未実施校ともに0.35本と同じ値となっております。また、虫歯を持つ児童の数を全児童数で割った有病者率は、実施校が17.93%。 未実施校が15.62%と、未実施校の方が少ない状況でございます。現時点では実施校も少ないことから、まあ、有意な数字となっておりません。しかしながら、えー、自治体全体で復活物選考を継続して実施しております佐賀県におきましては、平成12年頃から復活物選考の普及に取り組み、当初3本を超えていた中学1年生における1人平均うち数が、平成27年には0.6本となっております。 同様に宮崎市においても平成20年から取り組み1.16本から0.74本に減少しており効果が出ております長崎市におきましても今後取り組みを推進していくことで効果があるものと考えております不可物選考はその時期の虫歯予防だけでなく脂質の強化にもつながり一生を通して虫歯になりにくい歯を育てることになります 希望する方々が、復活物専攻を実施できる環境整備を推進して、子どもたちの健康を支援していきたいと考えているところでございます、以上でございます10番、池田区長崎市の17年間やってきた学校の虫歯本数と、やってない学校の虫歯本数は変わらないんですよね、それが事実ですよ。 でこのデータ数は1400人ぐらいと 1,、えー、1万8000人ぐらいで、十分データの数として、数値として、えー、遜色ない数値だというふうにまず思います、それから虫歯保有率については、えー、実施していない学校の方が少ないというのも数字が示しているところです。さらにですね、今、あの佐賀県のことをおっしゃったわけですね、確かに佐賀県は、えー、何年か前から、えー、復活物選考を始めて、えー、虫歯が減ってます。 そうおっしゃるんだろうと思ってたので、え各都道府県がですねどうなっているのかを調べました。すみません、えー。これを見ていただきたいと思うんですが、えー、このですねグラフはですね、えー、縦軸が副花物の実施率です。上に上がるほど副花物先行の実施率が高い。で、えー、横軸が、えー、虫歯の本数です。こっちがゼロ本で右に行くほど虫歯の本数が多いということになります。 ですかそれで、えーか、各都道府県はです、ねえー、どれぐらいの実施率、これは実施率については、えー、日本学校歯科医師会と、えー、日本虫歯予防基礎推進会議のデータから取りました、それから、えー、人数については文科省の統計の児童数から取りました、その、えー、選考率と虫歯の本数です。これが佐佐賀賀県県です佐賀県は 選考率すごく高いです。ところがです、ね、この同じ虫歯のところ全然選考率が低いところも、同じ虫歯の本数のところがいっぱいあるんですよ。分かりますかね、これ、長崎県です。長崎県は、まあ、まだふす復活選考あんまり進んでないというか、十何%、で虫歯本数が1.1です。この1.1本のところも、選考率が高かろうと、低かろうといろんな都道府県がある。 で先行率が同じでも、虫歯が少ないところも高いところもあるんです、これで本当に復活物先行がえ虫歯予防に役立つということがえ実証されるならば、このグラフはです、ね、この分布はです、ねこう、右下がりの斜線上にならなければおかしいはずなんです、復活物が先行実施率が高ければ虫歯が少なくなる。 物のががが率が低ければ虫歯が多くなるもちろんきれいにはなりませんが、大体そういうふうな分布を示さなければ、相関があるとは言えないはずです。こういうです、ね、各都道府県の分布状況を見ても、本当に、不可物選考先行に、虫歯予防の効果があるのかと、これ、各都道府県の状況、まあ、ちゃんとしたところが出している数値です。これを見ても まだ市長は、復活物専攻を長崎市で進めるべきだと考えられますか、ついでに言いますけれども、これは、6年間した子どもたちの赤がですね実施校です、緑が未実施校です、これは長崎市の統計から取きました。1年生のときは変わりません、2年、3年、4年、5年、6年とこう変わっていきます。率も それは虫歯の本数も、保有数も、どっちがいいのかって、でまあ、この学年はこうだった、その他の学年は違うかもしれませんけど私は少なくとも言えるのは、そんな効果があるとは言えないんじゃないかということです。これでも主張は続けられますか。えー、っと、十一月、昨年の11月はですね、 菊池市で事故が起こってますこれ、ご存じだと思いますが、えー、子どもたちが下がピリピリするという訴えがあったと、で通常の3倍の濃度で、復物線香が作られてたと、でそれを出したせいでピリピリしたっていう事故があったと、こういうこともヒューマンエラーも起こるんですよ、学校で。医療行為しちゃいけないんですから、学校は、んこういうことだってありうると。こんな中で それでも効果がないかもしれないあるというはっきりした優位性が見られないと私思うんですけどそれでも市長は復加物選考を続けられるのかどうかお尋ねします市民健康部長復加、えー、物選考につきましては、えー、再質問にお答えいたします復加、えー、物選考につきましては国際的にも優位性は認められておりますまあそういった中で、えー、一生の意味にわたって、えー 虫歯になりにくい歯を育てることを考えている中で、えー、この部分には優位性があるというふうに考えているところでございま10番、池田貴子議その優位、ね、性がある証拠はです、ね、データはです、ね、ないと思うんですよ。優位性があるのは、うんと多い地域、2.7本以上のところに優位性があるというふうに WHO は言ってるはずです。日本みたいに1.1とか1.0のところはほとんど変わらないということを申し上げて、質問を終わります。 本日の市政一般質問はこの程度にとどめ6月20日午前10時から本会議を開き、市政一般質問を続行いたします。本日はこれをもって参加いたします。お疲れ様でした。